の忍者。音楽が大きすぎる。僕の声が聞こえないだろう。僕だろう。お前らじゃない。下がれ。もっと、もうちょっと、もーっと、それでいい。さあどこからだっけ。ワン、アツー、ワン、ツー、スリー、フォー。僕はポップスター。忍者、忍者、忍者。ねえ見て、大変。博物館の天井はガラスなんだ。このまま歌い続けたら粉々に割れちゃうよ。ポップスターはバンドがなきゃ歌えないって言ってたよね。だから楽器を全部取り返せばいいんだよ。ああもう、明日みんなの前で演奏しなきゃいけないなんて。でも任務はやるしかない。は？いいこと考えた。ニンジャリーノは今影に隠れてるだろ。その上をスーパーキャットジャンプで飛び越えながらこの網で捕まえるんだ。暴れたら月光が抑えて、その間に私が楽器を取り返す。明日の発表会は誰にも邪魔させないよ。発表会？うわー、キャットボーイ！うわキャットボーイ、気をつけて。うわースーパー月光パワー。あー、うわうわー、歌うないと忍者。お邪魔すくどもめ、邪魔はさせないぞ。結構無事でよかった。でもなんで機械を取らなかったの。目の前だったのに。気にしないで、次頑張ればいいよ。それよりどうしてロミオは月光の声を取ったんだろう。パジャマスク、声が戻ったのね。子猫ちゃんと袋頭は丸毛だね。ちょっと、なんでそんな悪口言うの。ロミオはヒーローだ。最高。わかった、月光の声が元に戻ったんじゃない。ロミオが月光の声で喋ってるんだよ。キャットカーに乗って、どうせ追いつけっこないね。パジャマスクはただのいい子ぶりっ子だ。何をやってもダメダメなんだよ。でもロミオは違う。ロミオは天才だ。そう、天才なんだ。月光みたいな足の臭いトカゲとは大違いだよ。足の臭いトカゲか。僕は悪口を言うのも天才だね。子猫ちゃんとフクロウ頭がトカゲ坊やの声を取り返しに来たら声を奪ってやる。声をなくした間抜けなパジャマスクどもは僕を倒す作戦を話し合うこともできないんだ。最高にいい考えだね。ありがとう。自分でも冴えてると思ったよ。僕らがロミオの相手をしてる間に声の機会を取るんだ。第一の頭脳を持つ発明の名人。優秀すぎる人。どうか月光の声を返して。大切なものなんだよ。は？はいや。や。ほ。や。はいや。はい。さあ、どんな作戦でいく？それじゃあキャットボーイはナイト忍者と戦って、その間に月光が姿を消して近づき、私がパッと剣を、うん、あいつがマスターファンの剣を使うなんて許せない。盗んだくせに。そうだけど。キャットボーイダメ。一人で行っちゃった。お前はマスターファンにはなれないんだ、ナイト忍者。すぐ剣を返せ。ああよし、かかれ。逃がさないぞ。ねえどうする。あー、それじゃあキャットボーイを手伝おう。スーパーキャットジャンプ。パジャマちゃんたちはおねんねの時間みたいだな。キャットボーイ
怒っても何にもならないよ。そうだよ、見て、マスターファンみたいに落ち着くんだ。ヤーギャーうるさく言わないでくれ。怒りたい時に怒っていいだろ。忍者リーノは任せたよ。僕は剣を取り返してくる。ナイト忍者。何？キャットボーイ、僕たちにも腹を立ててるの？そうみたい。来た。うわぁ、マスターファンはお前よりずっと強いんだぞ。へえ、そうかい。マスターファンにこれができるか。大変だ。今のはすぐに消せ。おい、触るな、僕のだぞ。待ってろよ、グレッグ、アマヤ、無敵のキャットボーイがすぐ助けに行く。スーパーキャットスピード。絶対に友達を助けに来るはずだ。だから油断するなよ。見て、キャットカーがロミオのとこにある。キャットボーイはどうなったの？ここから出してくれれば私たちだって一緒に戦えたのに。自分たちの力で逃げよう。ヘアピンを貸して、ネジを外すよ。檻を分解するんだ。ねえ、何をやってるの？ネジを外して檻を壊そうと思って。中にいる方がいいよ。スーパーパワーがないんだ。外は危ない。あと少しで出られるから、ちょっと待ってて。スーパーパワーがなくてもロミオと戦える。ダメだ、待ってて、すぐにパジャマを取り返すから。わあ、キャットボーイ、行け、ロボアウル。しまった、キャットボーイのせいで見つかっちゃった。大丈夫、ロボットは僕が相手をするよ。スーパーキャットジャンプ。ああ、この回路も使えそうだ。はははは、ああ、スーパー月光カムフラージュか。よかった、なくしたと思ってたよ。わざわざ届けてくれてありがとう、キャットボーイ。大切な回路を取り返したからロボキャットを動かせる。僕を止める者は誰もいない。パジャマスクは終わりだ、終わりだ。早くなんとかしなくちゃ。え？うわうわうわ、いや、やったね、キャットボーイ。早くここから出して。その前にパジャマだ。変身しなきゃ戦えない。あとはこのボタンを押せば僕のロボットが動き出す。そうはさせないロミオ。はい、これも月の置物に比べたらゴミばかり。もっといいものを探して。ここルナガールに袋をあげるのは嫌なの？いや、あげる袋は私のものだもん。わかった、じゃあ取り返すしかないね。スーパーキャットスピード。いいか、ガタチ、いいものを探して。あ、何、ちょっと何する気なの？ドアは全部閉めたよ、ルナガール。ここからは出られない。そうかしら、ルナガールとガに逃げられた。何も盗まれなくてよかったよ。フクロウがなくなってる。盗まれた。ルナガールにあげたってことにしたらどう？そうはいかないか。うわ、ルナガールはこれ全部気に入らなかったみたいだね。この猫のどこが嫌なのかわからないけど。クラスのみんなに返してあげよう。うん、みんなすごく喜ぶよ。みんなじゃない、私のフクロウはここにないもん。中に入って取り返してくる。ここにバリアか何かあるみたい。一人じゃ無理だから手伝ってくれる？どうしても取り返したいの？だってルナガールが盗んだんだよ。そのままあげるなんて無理。わかった、ルナガールの気を引いてて。僕の力でバリアを破れないか試してみる。ねえ、ルナガール。ねえみんな待ってよ。うわー、どうなってるの？うわー、やったー。
落とすんじゃないぞ。悪いね、お邪魔くんたち。ケーキは僕のだ。じゃあな。ちょっと待って、まだ何かあるのか。他のゲームをやらないか。負けそうで怖いなら別にいいけど。怖い？よし、椅子取りゲームをしよう。勝ったやつには、うわ、マスターファンのかっこいい風船。僕、1回目で負けるよ。それでケーキを取りに行く。君たちはその間、ナイト忍者とゲームをしてて、すぐに勝っちゃダメだよ。風船、わかった、キャットボーイ。ああ、いいよ。はいや！よし、音楽が止まったら、すぐ椅子に座るんだ。椅子があればね、音楽。誕生日坊や。あー、最初に負けるなんて本当に運が悪いよね。ナイト忍者に勝つのは無理だ。スーパーリザードクリップ。さあ次だ。あ、ごめん、僕の椅子だよ。バイバイ小鳥ちゃん、君の負けだ。本当に悔しい。ナイト忍者やるわね。いい操り人形になりそうで。キャメロンが起きちゃう。やめさせなきゃ。人形を放り投げたりしちゃダメだよ。こんなに可愛いのに。いいよ、二人とも、ダンスは踊ろう。お友達に手を振って。やめてルナガール、寝てるんだから起こさないで。起こすつもりはない。そいつで遊びたいだけよ。ルナガールのとこへおいで、いびき坊や。ダメ、邪魔をしないで。結構、人形置いて早く手伝って。わかった、すぐに行くよ。こっちで待っててね、友達を手伝いに行くから。そいつはもらうよ、スーパーアルウィング。スーパーキャットジャンプ。おいで、いびき坊や。はい、どうぞ、そこに座ってて、居心地いいでしょ。みんな、今行くよ。見てごらん、こいつヨロヨロ歩く恐竜みたいだ。いびきをかく恐竜、名前をつけてあげよう。ああ、いびきサウルス。うわ、ルナガール、人形を動かすのが上手なんだね。月光、ルナマグネットを奪うんだ。キャメロンを起こさないように助けなきゃ。月光が人形でのんびり遊んでたせいでこんなことになったんだよ。わかってる？うん、わかってる。ごめんね。よし、行くぞ、パジャマスク。アウルウィングウィザー。何？なあ、ちょっと邪魔よ。ルナマグネットさん、ねえ返して。さあキャメロン、お家のベッドに戻ろう。これどうやって使うのかな。うわあ、結構、何をやってるの。キャメロンを安全な場所に連れていく。ほら見て。僕はイビキサウルス、お家のベッドに戻るよ。来て、こっちだよ。おっと、ごめんね、こっちだ。結構。遊んでちゃダメだって。ちゃんとやってるよ、キャメロンをうまく動かしてるんだ。あ、ちょっと離して。も、持ってられない。じゃあ月光モービルに乗っていこう。アウルグライダーがいいよ、空からスクールバスを探せるから。キャットカーにしよう、一番スピードが出るからすぐにバスを捕まえられる。今日は僕が決めてもいいでしょ。自分一人でできるとこ見せたいんだ。できないと思ってるわけじゃないよ、ただその。わかった、いいよ、月光モービルで行こう。よし、月光モービルに乗って。ちょっと、僕がやろうとしてたのに。ごめん月光、手伝おうとしただけだよ。いいったら、手伝いなんかいらない。月光モービルとベタベタグリップとカムフラージュがあれば敵に勝てる。でも、パジャマスクはいつも助け合うでしょ。今バ
ね。うん、スピードの速いキャットカーならバスに追いつけたのに。アウルグライダーで空を飛んでたらバスがどっちに行ったか見えたかも。キャットイヤー、アウルアイ。みんなずるい。僕もできることがあるはずだよ。何かが街の広場の方に走っていく。急いで追いかけるね。待って、ゲッコ。アウレットは空から追いかけて。僕はスーパーキャットスピードで走るから。スーパーゲッコモービルカムフラージュ。忍者リーノの足跡ね。でも小さくない？どんなに小さなやつでも忍者リーノを放っておいたら危険だよ。そう、小さくても大きな力を持ってることがあるんだからね。僕みたいに。忍者リーノが来たってことはライト忍者がまた何か企んでるんだ。そうかもね、キャットボーイ。多分ね。忍者リーノだ。すごく小さな忍者リーノだね。うん、ミニミニサイズ。なんかちょっと可愛くない？可愛くないよ。だって忍者リーノなんだ。怖がってるみたいだよ。大丈夫、何もしないから。なんて言ってるんだろう。わかんない。助けてほしいのかも。困ってるなら助けてあげなきゃ。ダメだよ、きっとナイト忍者の罠だ。僕の机にあんなことしたんだよ。この子迷子なのかも。学校で迷子になってここでも迷って。ここに何をしに来た。本当に迷子なのか。何言ってるのかわからないのかも。それとも僕たちを騙そうとしてるか。こうやっててもしょうがないね。基地の外に連れて行こう。は？ああ、キャットボーイが好きみたい。よせ、あっち行け。ほらおいで、もう家に帰るんだ。ダメだよ、鬼ごっこはしないからね。見て、盗んだ金のマイクでコンサートを開いてる。ガも一緒に歌ってるよ。僕がマイクを取り返す。そうだ、たくさん力を貸してくれた人に余ったコンサートのチケットをあげるよ。僕が一緒に行く。だって大の仲良しだもん。あれ、スーパー月光カムフラージュ。やあ、どうもパジャマスク。
それとも臭い臭いマスクか。腐らせマシンのパワーを上げよう。さっきよりすごい匂いだ。匂いなんて大したことないよ。月光モービルがなくてもロミオを倒すことはできる。この卵前よりひどい匂いがする。そうとも、かわいい子猫ちゃん、腐らせマシンでどん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 腐らせてるんだよ。急いで月光モービルの中に隠れよう。どこに止めてあるの。あ、その辺に普通に隠れればいいよ。ほら、あーこう、あーこんな感じかな。やっぱりこんな感じ。あーこう、あー急いで隠れて。でも僕たちカムフラージュを使えないし。やだ、どうしよう。早くここから逃げよう。わあ、逃げろ。哀れなパジャマスクめ、小さな卵の匂いに負けたのか。うわあ。で隠れたいけど、私たちは月光モービルに乗らなきゃ姿を消せない。どこにあるの。あー、あっちだよ。臭い卵をもう一山用意する。待ってろよ、臭マスク。もうそろそろ匂いに耐えられなくなりそう。ロミオはラボの中にいるから大丈夫なんだ。私も月光モービルの中に入りたい。頼むよ月光、早くモービルに乗せて。でも乗らなくていいよ、だって月光、何をやってるの。大変、臭い卵がまた来そう。いいこと考えたんだ。え、それでどうやって臭い卵を止めるの。待って、キックスケーターに乗っていくの。うん、この方が便利だろ。でも普通のスケーターでしょ。ねえ、このボタンは何だろう。わからない。わあ、このキックスケーターほんとすごいね。気をつけて。飛ぶなら練習しないと。そうかな、すごく簡単に飛べるけど。うわうわ、うん、ね、簡単だろ、うまく飛べたよ。わかった、いいけど気をつけてよ。アウルグライダーに乗ろう。それじゃあ前を飛ぶからアウルグライダーでついてきて。すごくかっこいい飛び方を見せてあげるからね。私もかっこいいとこ見せてあげる。うわうわ、イエーイ。ねえ、あの気球を探しに来たんじゃなかった。大変だ、あんなところに。何か指さしてる。アウルアイ。いた、ルナガールだ。ダメだ、ヨロヨロする。これから僕歩いていくよ。どう、かっこよかっただろ。僕の飛び方を見てたらアウレットも上手くなると思うよ。ぶつかって落ちそうだったじゃない。いやいや、いろんな動きを試してたんだって。僕が飛べればみんなのためになる。みんなの。他にも飛べる人がいるのを忘れてない。喧嘩しないで、二人とも飛んだって構わないでしょ。ガが飛んでる、きっとルナガールだ。あー、ガが近くにいるんだ、みんなに知らせなきゃね。でも後をつければ何をやってるのかわかるかも。そっちの方がずっといいよね。待て、あのガを追いかければルナガールのところに行けるはずだ。逃げるな。待って、だから何なのよ、やっぱりつまんない。結構が追いかけてきてる。じゃあ基地には誰もいないってこと。他の子たちが基地のゲートを開けようとしてるの。邪魔な月光がいなくなれば私の計画はうまくいく。ついに
パジャマスクの基地が手に入るんだ。私のものよ。ルナガールだ。ここまでおいで。あの蛾はどこに行ったんだろう。やっぱり僕が手伝わなきゃね。スーパー月光カムフラージュ。走れるだろ。大丈夫、追いかけられる。うん、そうだね。行くよ。うわ、ルナガール、なんでそんなところにいるの。ガガロミオの計画を教えてくれたんだ。私の月に手出しはさせない。行け、目隠し攻撃。周りを囲まれた。外が見えない。急いで逃げよう、結構。大丈夫みたいだね。スーパーキャット、うわあ、うやだ。アオレットを光線から守らなきゃ。やられてないのはアオレットだけだもん。僕もだけどね。よし、やろう。この標識で光線を跳ね返す。あ、手が滑っちゃう。手伝ってあげるよ。僕は光線を浴びてないから心配ない。うわっ、ああ、うん、みんな大丈夫？あ、そんな。これでお前も仲間入りだ、小鳥ちゃん。ヨロヨロ光線をたっぷり浴びたからまっすぐ歩くことは二度とできない。まっすぐ飛ぶこともできない。止まれないよ。うわ、ああ、猫もびっくりだよ。二人ともほんとヨロヨロだね。どうやったら元に戻せるんだろう。キャットボーイも光線にやられてるじゃない。やられてないよ。猫みたいに優雅に動ける。うわっうわっ。三人ともヨロヨロにしてやったぞ、小鳥ちゃんに。それからトカゲ坊や、一番初めは子猫ちゃんだ。最初にキャットボーイをやったの。そう、昨日の夜寝てる間にね。これから世界中の人間をヨロヨロにして世界を征服するんだ。どうしよう。お前たちは黙って見てるしかないんだよ。じゃあな、オンボロマスク。やっぱりやられてたんじゃない。私たちよりも先に。うん、でも、うわ。行方不明になった遊び道具を使ってロボットを組み立ててるよ。古いロボットが新しいロボットを作ってるの。どうしてロボットがロボットを作るの。知らないね。ネジが少し緩んだんだろう。言うことをちっとも聞きやしない。よし、ゲッコ、マスターファンとキックマギーの出番だぞ。さあ行こう。ちょっと、マスターファンの無敵のカンフーパワーで悪いやつを倒す。キックマギー様の正義の蹴りを受けるがいい。うん、うん、あ、
結構準備運動すればよかった。みんなの遊び道具だぞ、すぐに返せ。断る。このロボットは私の友達だ。キック、ロボットが逃げるぞ。追いかけよう、マスターワン。ねえ、二人とも待って、慌てないで。私は空を飛べるから上から見てあげる。マスターファンとキックマギーに助けは必要ない。我々は武術の達人だ。はいや。そう、どんなやつでも倒せるぞ。ごめんね。大丈夫。いや。でも私は何したら。危ない、避けて。あんな攻撃ずるいよね。うん、ほんと。でもキックマギー様は転がるゴミ箱なんかに負けたりしないぞ。ロボットはどこだろう。公園の方に行ったよ。わかった、キャットカーに乗って。はい、とと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 、いやっと。気をつけろ、お邪魔スク。新品なんだぞ。まだ完璧じゃないけど。あ、大丈夫かい。もっと気をつけろ、子供抜け。今なんて言った？うん、何も。うん、よし行こう、ロベット。シー、シー。やめろ、ルナガール。蝶々すぐ家に帰すんだ。あらやだ、おじゃマスクがまた私の楽しみを邪魔しに来た。さあガヨ、急いでここから逃げよう。変だね、いつもだったらこんなすぐ逃げたりしないのに。おいで、さあお家に帰ろう。バーディ、蝶々が怖がってる。アウルグライダーの中で待ってて。バーディは遊んでほしいんじゃないの。アウレットはいつもお前を一人にするんだね。作戦の第一段階は見事に成功した。そろそろ第二段階に進もう。ルナパワー、ミニルナクリスタルをあと2つ作って。これをアウレットと月光の部屋に置けば、あの基地はいよいよ私のもんだ。ちゃんとやるんだよ。いいね。さあお家に帰って、長女さん。やった。バーディーどうしたの。楽しい任務に連れてってあげたら喜ぶと思ったのに。ペットには楽しくないんだ。お家もまだないし、しつけだってしてない。それにご飯もあげてないんじゃない。あ、そうだね。おいでバディ、ご飯だよ。僕たちキャットボーイの部屋に行ってくる。ルナガール、やだどうしよう。キャットボーイと月光に知らせなきゃ。ダメよバディ、ここでご飯食べてて。すぐに戻るね。みんな、アウルアイスクリーンにルナガールが映ったの。近くにいるよ。わかった、じゃあ待って、これは何。ああ、バーディにあげるご飯だ。すごくお腹空いてたみたいだよ。すぐあげた方が良くない。そうだね、月光。でもその前にルナガールを何とかしなきゃ。アウレットはご飯もくれなかったのか。さあやるんだ、練習した通りに。その間私はパジャマ抜けどもの相手をするよ。この基地にもつけなきゃ。つけなくていいよ。他にもいろいろ武器はあるでしょ。そうだよアウレット、出てきてちょっと助けてくれない。うん、いいけど。ちょっといいか、パジャマ抜けの諸君。分かっただろう、僕の基地こそ世界一。お前たちの基地なんかすぐに壊してやる。無理だよ、こっちには毛玉の発射装置があるんだから。ああ。さあ覚悟して。お前はコウモリか？何も見えてない。見えてるけど狙いが外れただけ。ちょっとアウレット、味方を攻撃しないで。はっ、そこにいたのか結構。目が回らないよう気をつけるんだな。Thank you.
これから面白い攻撃が始まるぞ。忍者リーノ、タイヤを発射しろ。タイヤで堀を埋めてる？でもなんで？橋を作る気だよ。橋を渡ってここを攻撃するつもりなんだ。うわ、なんだこのひどい匂いは。臭いチーズの匂いでロミオは博物館から飛び出してくるよ。早く出てくるといいけど、私もこの匂いでおかしくなりそう。我慢できない、外の空気を吸ってくる。ロミオが出てきたよ。ゲコ、ちょっと待って。今度こそ捕まえるぞ、ロミオ。何？どうせ無理だね。今日の夜の天気予報は臭い雨だ。うわ、スーパースペシャルクサクサスプレー。ゲコ、大丈夫だった？それじゃあ、ウルトラクサクサスプレーだ。だけじゃないのよ。同じことを繰り返してても勝てない。そう、ロミオを無理に捕まえなくてもいいんだ。外に出てきた隙に僕たちが中に入って箱を壊そう。いや、もう遅いよ、クサクサマスク。悪事にタジタジボックスはもう完成した。じゃじゃーん。大変だ。私がロミオの気を引きつけるから、キャットボーイはロミオのリュックからリモコンをこっそり取って。悪くない。でもどうせ取るなら大きいリモコンの方だ。君がロミオの気を引いてる間にラボに忍び込む。私の作戦の方が安全よ。さっきロミオはラボのドアをいじって何かやってたの。罠を仕掛けたのかも。心配はいらない、僕がリーダーなんだから言う通りにして。わかった。ロミオ、手伝ってくれない？なんだい小鳥ちゃん。タワーの作り方だけど、どの棒使ったらいいの？それに高さはどれくらい？まずい、警報だ。待てよ、いい方法がある。スーパーキャットスピード。しまった。どうなってるの？僕を騙そうとしたのか？もっと一生懸命働いてもらうしかないな。待て、キャットボーイ、やっぱりこうなった。部下の文句を聞くのは嫌なんだ。リモコンで音を消そう。やめ、これでいい。どんどん働け。早送りで行こう。次はアンテナだ。よくやったヤモリ君。それじゃあ子猫ちゃん、僕のラジカルロミオリモコンを持ってこい。体が勝手に動く。ありがとう子猫ちゃん、そうやっていい子にしてると大好きだよ。ジャンプしろ、お邪魔す。面白い。でもただ跳ねるんじゃなくて大きく飛ばないと。ちょっと調節した方が良さそうだな。アウレット、屋根までジャンプしてハッチから入りリモコンを奪うんだ。ゲコはタワーにジャンプしてパラボラアンテナを壊してくれ。あそこ見て、ナイト忍者だ。もしかして絵が好きだったとか？よし、いいぞ忍者リーノ。すぐにあらゆる芸術作品はこの世から消える。みんなが僕の作品だけを見ることになるんだ。ああ、そういうことね。他の作品をなくして自分が一番になる気だ。そうはさせないよ。やめろナイト忍者、その絵は君のものじゃない。すぐ元に戻すんだ。こういう時は同じ目に合わせるのが一番。はあ、何をするつもりだ鳥女。彫刻を砂まみれにしたでしょ。どんな気分か教えてあげる。スーパーアルミス。やめ、忍者は顔を覆ってるからいいけど、僕たちは我慢できないよ。おやおや、パジャマスクはみんな砂まみれになったぞ。じゃあな、そこで砂遊びをしてろ。アウレット、なんであんなことしたの？相手に仕返しをするなんてよくないよ。そう、
作品を取り返すのが大切なのに、学校の中のものも盗まれちゃったよ。大丈夫、どこへ運んだのかアウルアイで調べる。じゃあ行ってくるね。あ、見つけた。絵の具とか盗んでる。そこまでだ、ナイト忍者。芸術の才能を見せたいのはわかるけど、物を盗むのはいけないことだ。やめてくれ。お前が僕を止めるのか。違う、私よ。おい、いいぞ、アウレット。他のも全部取り返して。僕たちは作品を取り返すね。その前にナイト忍者を懲らしめなきゃ。ねえ、何してるの。水のタンクに絵の具を入れてる。私の彫刻に絵の具をかけたから同じことをしてやるの。ダメ。うわ、アウレット。すぐ飛ぶから待っててね。結構、何をやってるの。いや飛ぼうとしてるのか。え、ほら、天才が手伝ってやるよ。は、外れ。葉っぱにしか当たってない。うわ、飛べるようになったよ。あ、でも好きな方向に行けないんだけど。みんな助けて。アウレット頼む。待ってて、結構。今行くよ。ありがとう、アウレット。いいの。でも飛べば勝てるってもんじゃないよ。カムフラージュは使わないの。カムフラージュ、本気。やり方は一つじゃないはずだった。うわ、どうなってるの。反重力光線が当たったのさ、小鳥ちゃん。よし、やっと降りられる。ダメだ、届かない。自分で空を飛んで下まで降りてこられる。体が軽すぎて自由に動けないの。これで一人やっつけた。全力外だ。残り二人だ。ロミオをやっつけてアウレットを助けなきゃね。僕はロミオ、月光はアウレットだ。スーパーキャットジャンプ。飛べないから無理だよ。考えろ、月光。飛ぶのは失敗したから、キャットボーイみたいにジャンプすればいいかも。でも僕はヤモリなんだ。猫のジャンプはできない。でもキャットカーを使えばアウレットの上にジャンプして屋根を開けて捕まえる。いい作戦だね。さあ行くぞ。よし、ジャンプ。手を掴んで、アウレット。は、うわ、無駄だよ。僕からは逃げられないんだ、邪魔なパジャマ。うわ。これじゃ絶対に追いつけない。大丈夫、私がロミオを着陸させるから。月光を自転車の後ろに乗せてスーパーキャットスピードで追いかけて。そしたら僕が月光パワーでグライダーを捕まえるよ。イエーイ。あ、キャットボーイ。この自転車じゃ毛玉も発射できないし、ソニックウェーブも出ない。やっぱりキャットカーを取りに行くよ。僕たちの作戦は、着陸して、ロミオ捕まえてあげる。その自転車で。無理だね、小鳥ちゃん。地面に降りるのはお前だ。作戦通りね。ロミオが来たよ。キャットボーイ、結構今だよ。今でも僕だけでキャットボーイがいないんだ。あとちょっとで届く。バイバイ、パジャマスク。結構、キャットボーイはどこなの。これかな。うん、この緑のだ。してるの。キャットボーイが手伝ってくれないからロミオに逃げられたよ。手伝おうとしてたんだ、キャットカーに乗ってね。ロミオが来た、早く隠れて。アウルグライダーは悪くない。でももっといいのがあるかもしれないぞ。どれにしようかな。次はどのスーパーカーに乗ろう。